自衛隊の次期戦闘機開発が注目されていますが、日本の三菱重工や IHI などの主要パーツメーカーが、日本、イギリス、イタリアの共同開発に意欲的だという発表がありました。ここで気になるのは XF9 エンジンでしょうね。今回は、次期戦闘機の共同開発について見ていきたいと思います。2022年12月9日、次世代戦闘機の開発について、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同で行うことが、やっと正式に発表されました。名称は GCAP、グローバルコンバットエアープログラム、グローバルコンバットエアープログラムミーということも明らかにされました。今回の GCAP のスタートに際して、この3カ国の共同声明では、当該国がベースとなる機体を共同で開発するという宣言が改めてなされました。日本の防衛省は、この GCAP を行う意義について説明しています。つまり、3つの3カ国が、各々に持っている技術力を集約し、高騰しつつある開発費の分散をすることによって、1カ国あたりの負担金を削減するということです。イギリスの国防省では、今回のグローバルコンバットエアープログラムについては、新しい次世代戦闘機を世に出す取り組みであると評していて、必要とされる様々な機能を盛り込み、2035年、令和17年での実戦配備を目指すと言っています。ということは、15年後ですか。イギリス国防省が挙げた各種の機能の具体例ですが、GCAP に随伴させる無人航空機や、高性能なレーダーやセンサー類、最新の兵装、そして最新の情報共有能力などを指していると思われます。こういった前提条件で、開発が行われる GCAP で完成される機体は、イギリスとイタリアでは、現在使用しているユーロファイタータイフーンの代替となる役割を担うものになると見られています。では日本ではどうでしょう。イギリスと同軸現在活躍している F2 戦闘機の代替機体となることが求められているのです。現時点で、日本、イギリス、イタリアの3カ国で想定されている、そういった代替機の需要数は、約300機とされ、必ずしも、多いとは言い切れない数ではあるのですが、そういえば、今まで、イギリスの主導の下、イタリアとスウェーデンを加えた形で推進されてきた、テンペスト計画というものがありましたが、テンペスト計画と GCAP との関係性について、明確な説明は、未だにありません。とはいうものの、素人の目で見てもイギリスがテンペスト計画と、今回のグローバルコンバットエアープログラムによる2種類の別々の戦闘機開発を並行作業するということは考えられません。コストがかかりすぎるという単純に、理由は誰が見ても悪のでしょう。イギリスはこの2つの計画をやがては集約するという形を取るのだろうと考えられます。テンペスト計画というのは、イギリス、イタリア、スウェーデンが参加しているプロジェクトですが、ヨーロッパでは、他の計画も動いています。それが、フランス、ドイツ、スペインが主導する、FCAS、フューチャー・コンバット・エアー・システム、フューチャー・コンバット・エアー・システムです。この FCAS は、テンペスト計画より、機体の完成については、遅い時期を想定してはいますが、参加している国々の思惑が異なるため、調整が困難とめされてきていました。というのは、主導権を握るフランスが、かつてヨーロッパ内で統一した戦闘機を目指したユーロファイタータイフーンの開発についても途中離脱した挙句、自国単独で、現行の脱走ラファールを開発したという経緯があるのです。つまり、フランスという国は、戦闘機開発にかけては、
我が国が一番という自負が強いのでしょう。だからこそ、F キャスについても、ドイツには主導権を取られまいと、戦闘機開発の経験から得たノウハウをバックに、開発のイニシアティブを絶対譲らないという、頑なな姿勢をいつも示しているとされています。歴史的にも、フランスとドイツは、第一次世界大戦、第二次世界大戦という二つの世界大戦をはじめ、幾多の戦争を敵として戦ってきました。かつては、最大の敵国同士という間柄だったのです。こういった歴史を踏まえれば、21世紀の現在とはいえ、同じ戦闘機開発プロジェクトに名を連ねているということ自体が奇跡的なことかもしれませんね。しかし現在の世界状況を冷静に眺めると、テンペスト計画と FCAS 計画もコスト面を考えると統合されるという見方も根強くあります。この2国は共に NATO 加盟国ですから、メリットの追求を考えると、そうなるのではないかと見られているのです。イギリスのタイムズ紙などは、すでに、今回の GCAP と FCAS は、遠くない時期に統合されるだろうと、紙面で指摘しているようです。同じ NATO 内で、別々の計画の下に、別々の戦闘機を製造するというのも、不経済ではありますよね。コストだけでなく、兵装が別々になってしまうわけですから、融通ができないということは、それぞれの兵装が必要になるということで、保管場所や管理の問題が発生してきますから。統合といっても、政治的問題主要国の思惑が影響して、ある程度の時間がかかるということが予想されますが、NATO 加盟国としての認識ロシアが、最大の仮想敵国や、コスト負担を考えると、機、地点は嫌でも定まってくるという見方が大勢を占めています。統合に至るまでには乗り越えなければならない障壁は多々あると思われますが、実現されれば試験ですが、日本が NATO 加盟国との地域を超えた安全保障上の連携が深まる可能性が生まれるわけです。ここに、戦闘機の開発だけに止まらない、深い意義を感じるのは筆者だけではないと思うのですが、実際、日本の人口や経済規模を見ると NATO 加盟国で、最大規模のドイツよりも上位にあります。イギリスを含むヨーロッパの西側諸国が、日本のこういった経済力を当てにするというのなら、それをうまく利用するぐらいの気骨を日本政府には期待したいものです。老獪なイギリスあたりに振り回されないことを期待したいですね。今回のグローバルコンバットエアープログラムですが、参加する3国それぞれの国を代表する軍需企業が、それぞれの分野で、有機的に役割を担い、最終目的である、次期戦闘機を製造する予定となっています。戦闘機の機体そのものについて、日本は、三菱重工業者、イギリスは BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が担当しますが、同時に、プロジェクトの統括も、これらの企業が担うことになっています。心臓ともいえる、大事な機関部については、日本は IHI 社、イギリスはロールス・ロイス社、イタリアは、アビオ社が担当することになっています。特に、日本の IHI 社は、試作機とはいえ、すでに、次期戦闘機用の XF9-1 エンジンを開発した実績がありますから、その成果が十分に活用されることを期待したいものです。これまた重要な、レーダーやセンサー等、電子機器類について、日本は、三菱電機社、イギリスはレオナルド UK 社、イタリアは、レオナルド社が担当する予定になっています。このような顔ぶれを見ても、イギリスは、テンペスト計画と、全く同じ顔が揃っているのです。今回の GCAP の発表を受けて、アメリカ国防総省も、声明を発表しました。
そこには、開発される戦闘機と連携させる無人航空機について、協力体制を取ることが示されていたのです。これまでの日本の次期戦闘機開発には、当然のように、アメリカとの共同開発を前提として行われてきた歴史的な経緯がありました。前述のアメリカ国防総省のコメントにも、今後も少なからずアメリカが関与してくることは、たやすく想定できるでしょう。仮にも同盟国の戦闘機開発ですから、何かしら影響力を持ちたいというのは、歴史的に見ても、アメリカとしては、当然の権利と思っているようです。個人的に少し気になったのが、日本の次期戦闘機開発に、今回も、アメリカが技術協力をすると考えられていたのですが、そのコア部分を担うと見られていた、ロッキード・マーチン社が、自社が関与するメリットが少ないと考えたと、推測されている部分です。アメリカやロッキード・マーチン社は、日本の次世代戦闘機の構想は、いわゆる第5世代戦闘機の域を脱していないので、自分たちが推進しようとしている NGAD、ニュージェネレーション・エア・ドミナンスとは、共通項が少ないと考えたと見られています。この判断が事実なのか否かは、判断できませんが、少なくとも、アメリカ側は、今回のグローバル・コンバット・エア・プログラムが、アメリカが思い描いている第6世代戦闘機とは見ていないという可能性が憶測されるのです。とはいえ、仮に GCAP で製造される戦闘機が、アメリカが考えているような第5世代プラスアルファの性能だったとしても、試験ですが、自由に回収可能な戦闘機を日本が持つ意義は、とても大きいのではないかと考えます。